キラー7は、グラスホッパーマニファクチュアが開発し、カプコンより2005年に発売された、ニンテンドーゲームキューブ及び、プレイステーション2用アクションアドベンチャーゲーム。メーカー側のジャンル故障は、多層人格アドベンチャー。超人的な能力を持つ、殺し屋集団、キラー7を、主人公として、怪物的テロリスト集団、笑う顔との戦いを描く、アクションアドベンチャーゲーム。 主人公は多重人格で、各人格が異なる能力を持つ。ディレクター須田豪一の作家性が強く出た作品である。難解で謎めいたストーリーやスタイリッシュなキャラクター造形、トゥーンレンダリングを用いたクールな映像表現が特徴。ゲームシステムは主にサードパーソンシューティング形式でリアルタイムの戦闘とマップ移動、及び マップ上でのアイテムの取得や謎解きによって進行する。須田悟一の GHM での過去作、シルバー事件、花と太陽と雨とと比較して、格段にアクション性が強い作りとなっている。独特の端的な、セリフ回しと人を食ったようなユーモア、残酷表現や、性描写などショッキングな演出といった、須田悟一作品に共通する要素は本作にも強く、現れている。 特に暴力表現や性描写などの過激な表現のためセロレーティングで18歳以上対象とされた絵と変更されている。ハードメーカーのレーティング基準の違いにより GC 版で描かれた虐待的な性行為の演出やグロデスクな傷跡の描写、性的な言語表現等が PS2 版では隠蔽あるいは控えめな表現へと変更されている。 タイポグラフィの扱いには徹底したこだわりが貫かれており、常時アニメーションでうごめき続ける文字群、状況によって使い分けられた特徴的な書体などに顕著である。各章ごとにイベントの絵柄が変わる。また本作ではメッセージの大半にカタカナのルビが振られており、このルビに当て字を多用することによって生まれる独自の言語感覚が テキストの大きな特徴となっている。特に常用された、やると書いて、取ると読ませる表現は、札の文字が常に出血を思わせる赤文字のアニメーションで表現されている。同種のアニメーション処理は他に、詩の字にも使われた。GHM サウンドチームの高田正史と福田敦史による本ゲームの BGM を収録したオリジナルサウンドトラック。 キラーなのオリジナルサウンドトラックがサイトロンデジタルコンテンツより発売されている。2002年11月4日の制作発表時点ではカップコンのゲームキューブ独占新作5タイトルのうちの一つという位置づけであり PS2 での発売は予定されていなかった。発表当初は2003年冬発売予定であったがその後延期され2005年6月に PS2 版との同時発売へと予定変更され、同年6月9日に発売に至っている。北米版は2005年7月7日、ヨーロッパ版は同年7月15日に発売。北米版では、音声がもともと英語だったためムービーやイベントシーンでテロップ表示されるテキストが省略されている。GHM 作品では、初の日米王の世界的リリース作品であり、 特に北米、ヨーロッパ圏で多くの賞を受賞している。宗教学者の内藤理恵子は本作をポストモダンの自己像の表現として最上級の芸術と高く評価している。本作はテレビのチャンネルを変えるように主人公の人格を切り替えるというシステムであるが内藤曰くこのシステムはいかれてるよこれと思うのだがポストモダンにおける自己像もいかれているので この表現は非常に負に落ちるのだという。各章ごとにゲームのイベントの絵柄が変わり、各人格のキャラクターも各章のストーリーもバラバラのようで完全に独立しているわけでもなく、データベース的な事故から各章ごとにキャラを呼び出していると表現できる作品であると述べている。2018年11月16日に NIS アメリカよりスティームにて配信された。 ゲームは全11話で構成される。各話はおおむね主人公の一人である、ガルシアン・スミスが何らかの依頼を受けるところから始まる。プレイヤーはこの依頼を遂行するために、マップ上を移動し、ボスキャラクターの居場所まで進むことになる。マップの随所に、笑う顔が登場し、プレイヤーキャラクターにダメージを与えようとするため、プレイヤーは逐次これを、やり、あるいは回避しなければならない。 マップ上では、規範門や仕掛けが、プレイヤーの行動範囲を制限しているため、これらを解除するためのアイテムを、謎解きや特殊能力の利用によって入手しなければ、ならない。規範門は、マップの中途に存在する、いわゆる中ボスの居所であり、入手した、魂弾を門番に渡すことで、規範門の通過が可能となり、中ボスを倒すことで、マップのより先へ進むことが可能になる。 また、マップ上で手に入る微妙な造形物や指輪が主にマップ中の障害物を通過するために使用される。マップ中にはハーマンウェアと呼ばれる特殊な空間が点在し、ここでゲームデータのセーブやプレイヤーキャラクターのレベルアップを行うことができる。また、マップの各所には残留思念が点在しており、これらのメッセージが謎解きやストーリーの理解のヒントとなる。 マップ上の特定の地点に到達すると、自動的にデモシーンが再生され、ストーリーが進行する。デモシーンは意図的に明らごとに画風を変化させることがある。最終的にボスキャラクターと戦いこれをやることで、デモシーンを経由して、その回は集結する。プレイヤーキャラクターであるスミス同盟は、スミス性を持つ8種類の多層人格によって構成されている。 多層人格は、いわゆる多重人格とは異なる一種の超能力で、人格交代によってその体も変身するのが特徴である。ゲーム中では、一部のイベントを除く任意の場面で人格を交代できる。ただし、各話の開始直後は、多くの人格が休眠状態にあるため、一定数の笑う顔をやるか、キクロのミクロスマイルをやって人格を覚醒させる必要がある。 各人格はそれぞれ異なる特殊能力を持ち攻撃方法や操作性にも差異があるため状況に応じた使い分けが要求される。スミス同盟の最上位にあるハーマン・スミスにはイベント上の強制的な交代でしか人格交代できない。また交渉と死体回収を役割とするガルシアン・スミスはストーリー上の必要、または 他の人格の死亡の際に強制的に交代される。死亡した人格をガルシアンが回収すれば蘇生できるが、ガルシアンが死ぬと絶命となる。ガルシアン自身はゲーム進行のための指輪やアイテムを利用することもできないため、イベント時以外の主要なゲーム進行はハーマンとガルシアンを除く怪人格の6人で行うことになる。本ゲームの移動システムは、 サードパーソンシューティングゲームというよりは、アーケードのガンシューティングゲームに非常に近い体裁をとっており、あらかじめ決められた分岐点以外での方向転換は認められていない。プレイヤーが移動ボタンを押し続ける間、プレイヤーキャラクターは決められたルートに沿ってジャンクションまで移動し続ける。ジャンクションでは主に2から3程度の選択肢の中から、進路を選択し、 そこからは再びルートに沿った移動が始まる。本作では、この限定的なシステムにより、移動中の映像も常に制作者の意図通りの構図、カメラワークで表示している。また、移動方向のアナログ的なブレが減ることによって、このゲーム独特のハイテンポなリズムが形成されている。カメラの構図がシステム側に任される弊害として、 移動する敵キャラクターが地形や地キャラクターに遮られて見えなくなることが挙げられるが、このゲームの場合敵は出現の際にプレイヤーの注意を引く笑い声を発し、また攻撃時は画面が3認証視点から1認証視点にシフトするため目立った問題にはなっていない。敵である笑う顔の大半は都市迷彩を備えるため、出現時はほぼ透明に移り目視は困難である。 多くの場合プレイヤーは笑う顔の笑い声を聞くことでその存在を知覚する。ボタン操作で攻撃態勢を取り索敵することで広角迷彩は無効化される。この状態で目視により照準を合わせ射撃することで笑う顔にダメージを与える。笑う顔の体の特定部分に重大なダメージを与えると薄い血を呼び濃い血が手に入る。また、 笑う顔にはそれぞれ、腫瘍と呼ばれる弱点があり、この部位を攻撃すると一撃で駆除しより、多くの血液が獲得する。連続で腫瘍を打ち抜いてやることで、血液の採取量はさらに増える。入手した、薄い血は、体力回復や特殊攻撃のリソースとして使われるが、小一は、ストックされたアトハーマンベイアにおいて、血清として生成され、 プレイヤーキャラクターのレベルアップのために消費される。だが生成される結成の量にはステージごとに上限値が設定されているため、プレイヤーはどの人格に結成を配分するか効率を考える必要がある。なお、薄位置、濃位双方とも、ステージ終了ごとにストックはリセットされるが、結成のストックは、プレイヤーキャラクターの育成と同様に、以降のプレイに持ち越される。 初期状態では、プレイ開始時に、関東と死闘の2モードから難易度を選択できる。なお、ゲーム途中の難易度変更は一切不可能であるため、別のモードでのプレイを開始すると、必ず、プレイヤーキャラクターの育成はリセットされる。関東では、笑う顔の体力が低い上に、作敵するだけで自動的に主要に照準が合うため、アクションの難易度は低い。また、 マップ画面に直接的なヒントが表示される、回収できる血液、血清の上限値が高いと、プレイ進行が簡単になる設定となっている。一方、主導では、作敵しただけでは、主要の位置は分からず、クリティカルロックオンも行われない。主要は、照準が主要の位置にあった時に、初めて表示されるため、自力で探さねばならない。ハンドインキラー7、キルザパスト、 ジャンプオーバーザエイジマイナスにおいてディレクター菅田イ一は本来死闘モード級の難易度がゲームとして妥当であると考えていたが三上晋二プロデューサーのアドバイスによってかなり簡単な関東モードの難易度調整に至ったと述0しているゲームを一度クリアすると隠し要素として別タイトル扱いのキラー8が解禁される難易度が決闘のみとなるこのゲームモードでは 笑う顔の体力が多く一切使用の位置が目視できない、移動速度が速く腫瘍が一切目視できない、ほぼ全ての人格が一撃死するなど敵が非常に強化される。所持できる薄い位置も上限値が低く定められている上に、また生成できる血清量も非常にタイトなため、レベルアップには緻密な計画性が求められる。これらの理由からクリアは困難を伴うものの、 特別に交代できる多層人格として若き日のハーマンスミスの姿である通称ヤングハーマンが選択できる。キラー8をクリアするとさらに隠し要素であるホッパー7がプレイできる。難易度はバッタ等でヘブンスマイルランニングスマイルの代わりに GHM のシンボルマークを模したバッタの着ぐるみを着たホッパーマンが敵となるパロディ的なゲームであるがホッパー7で遊べるのは 序章、天使のみである。キラー8同様に主要の位置が目視できない設定になっているが、主要な敵である、ホッパーマンが極めて弱く主要の目視の必要性が薄いため、難易度自体は低い。ストーリーは、キラー7とその旧敵である、魔人訓乱との対立を中心に、近未来の日本と合衆国間の政治的駆け引きや、国家的陰謀を横軸として複雑に展開する。 現実と内的世界とが混然となった表現や、意図的な説明の省略、プレイヤーに対するミスリードなどが頻発する、極めて難解な構成となっており、物語全体の完全な読解は困難である。この点について、プロデューサーの小林博之は、攻略本、キラー7オフィシャルコンプリートガイドのインタビューにおいて、この物語は理解するよりも感じるべきものであり、プレイヤー各人が、 自分なりの解釈をすべきとの見方を示している。また作中で多くの伏線が回収され物語として完結する。一方、ゲーム発売の約2ヶ月後に発売された公式副特本ことハンドインキラー7ではゲーム内の物語がより大きな物語全体の一部でしかなくゲーム中で判明したと思われた事実にも異なる裏の面があったことが示唆されるという 複層的な構造になっている。ハンドインキラー7では、劇中の矛盾点や説明が省略された、設定のフォローが多く行われているが、反面同書の記述からは解消されない、疑問点、新たに提示された謎も多い。端末のインタビューの中で、須田吾一自身は、ハンドインキラー7で語られているストーリーが事実であり、解釈の正解も存在するとしつつも、その真実は、 プレイヤー自身が探すべきものであると発言している。以下の英語表記、出身地、人種、年齢、獲物の名称に関する記述は特に中期がない限り、すべて、コンプリートガイド及び、ハンドインキラー7に基づく。なおこれら資料やゲーム中の英語表記では、日本名や特殊な名称が大文字で表記される場合が、しばしばあるが、すべての媒体に共通する表記ではないため本校では、 表記していない、スミス同盟本編の主人公。スミス性を持つ8種類の多層人格によって構成される暗殺部隊。スミス同盟は最上位で判断の決定権を持つハーマン・スミスと、その下に位置する実行部隊、キラー7からなる。キラー7は、幹部のガルシアン・スミスの人格と、以下6名のスミスの人格という形で構成されている。 彼らのスミス星は、ディレクター須田悟一の愛好するバンド、ザ・スミスに由来しており、同様の理由から、須田の過去作でも、ジュンス、スミオといった名を持つ登場人物が登場している。須田自身は、スミスと名付けたキャラクターについて、自分の気持ちを一番込められる、また、そういうことを自分自身に宣言する、キャラクターと表現している。劇中では上記した、スミス同盟の他に、 別の意味で、スミス同盟という語が使われることがあるが、詳細は別説物語の真相を参照。また、ハンドインキラー7においてゲーム中のスミス同盟は、第2次、スミス同盟とされ、これ以前に、多層人格として、ディミトリを含んでいた、第1次、スミス同盟、将来的に結成される、第3次、 スミス同盟、第5次、スミス同盟の存在が記述されているが、この項目では、第2次、スミス同盟について説明する。スミス同盟の関係者死者の怨念、情念が世俗に固執した形、一種の幽霊のような存在である。ゲーム中では主に半透明の姿で登場し、スミス同盟に世界観の説明やゲーム攻略のヒントを与えることが多い。劇中。 言わざるは、スミス同盟にやられた人物が残留思念となると説明しているが、実際には同盟と無関係な死者も残留思念として登場している。この節では、ゲーム開始時から一定のパターンに従い複数回、現れる残留思念についてのみ説明するが、作中では他にデポール、ウルメーダ、キバトクララ、キスギ、カーティス、ハンサムブラック、キーン、ミルズが、 残留思念として登場する。訓練の神の手の力によって生み出された笑う顔あるいはヘブンスマイルと呼ばれる生体兵器 HS とも略される。高い破壊力のある自爆能力を武器に人間を襲い、訓練の目的であるテロリズムのためのテロリズムを実行する。ゲーム中ではプレイヤーキャラクターに接近して自爆することでダメージを与える存在。 元は人間であり多くは人に近い姿形を持つが、肌の色や質感が人間と大きく異なる。また笑顔のように方まで大きく裂けた口と、そこに生えたのこぎり状の牙が特徴。ヘブンスマイル化した人間はしばらくは人の姿と知性を保つが、その思考は殺戮を好む。人間の体を捨てて完全にヘブンスマイル化して以降は、 非理性的で無差別に人間を襲うようになる。多くは都市迷彩を備え、肉眼ではほぼ透明に映る。しばしば笑い声を上げる習性があり、ゲーム中では姿の見えない笑う顔を駆除する上でこの声が重要な攻略の鍵となる。大半の笑う顔には主要と呼ばれる弱点があり、この部位にダメージを受けると一撃で死亡に至る。ハンドインキラー7では、 笑う顔の生産拠点はアジア某所であり、神の手を科学的に模倣したシステムによる工場での量産体制が整っているとされている。また、笑う顔は工場的な閲楽状態にあり、それが発せられる笑い声の要因となっている旨も記されている。以下の解説のうち英語名は英語版キラー7での故障。デビルズ・ドゥ・パブリッシングより刊行されたコミックシリーズ。 ゲーム本編の難解な物語がより、わかりやすく再構成され、天使から、雲男中盤までを追う。脚本は、レックスムンディーシリーズのアービッド・ネルソン。作画は、ボングだぞ。カバーアートを、サンファード・グリーンが手掛ける。本作のディレクター、スダ・ゴーイチ自らが執筆した、小説版。主人公の一人、ダン・スミスのシアトル時代の活躍、鹿アーティストの出会い。 ヘブンスマイルの登場を描く。電撃 PS に市場にて6回連載された後、2016年1月にファミ通ドットコム上にて4回再連載されたが、現在も未完。舞台は1973年7月のシアトル。シアトルを牛耳るカスティリオーニファミリーと、新工具連帯であるカーティス・ブラックバーンとの静かな対立が続く中、 カスティリオに一派に雇われていたフリーの殺し屋、刺激バーキンにカーティスからの死の宣告が届く。生き延びる手段を模索する刺激の前にダンスミスが現れる。ありがとうございます。